うんうんうんでも私髪の毛縛れるようになりたいからさ邪魔なんだよねこの長さってすぐ水に濡れちゃうし顔洗う時とかだから早く髪の毛縛れるぐらいになりたいんですよ「枝毛ありませんかありますよあるあるまあでも見えないから」 まあ私髪の量が多いから長いとねちょっと芋っぽいらしいんだよねまあ伸ばすんですけど <laughs> まあ伸ばすんですけどね私長い方が好きなので髪の毛染めたことないです私多分これからも染めないと思います何かない限り 私がいつもお風呂上がりに使ってるのはよいしょレディース紙のレディース紙のもと何これなんて読むのこれヘアアクセルレーター髪の毛が伸びるらしいんだよ これこれ髪の毛伸びるらしいんですよなんかレディーで切っちゃったレディース髪のものもとレディース髪のもとあとはロレアルパリこドンキで安かったんだドンキで400円ぐらいで売ってこれがねめちゃめちゃいいのこれがめちゃめちゃいいからみんな使った方がいいよ安いから。 安いって大事だよね生えるのいやなんか髪の毛がサラサラになります リップいろいろ持ってるけど今はないから <laughs> 今日亀子さんのところに降りたの亀子さんのところっていうか下に降りたの下に降りてその亀子さんの写真を見たらすごい近くてもうなんか画角こんなんみたいな <laughs> そんなことあるって そんなさ画角に耐えられるほどのさあれじゃないからさなんかもうちょっとさあれしてほしかったなんかもう画角これでこれぐらいのなんかコラージュみたいな <laughs> 今度からそうして恥ずかしいから <laughs> もう画角こんなんよこんなんこれこれぐらいこれぐらいにして次から。 恥ずかしかかった <laughs> なんかメンバーみんなで「わあ近いよわあどうする近いよ!」って言って <laughs> ね毛穴がね亀子さんってすごいよねなんかめっちゃさ一瞬の時をさ切り取ってるもんねなんかミリニャとかすごいミリニャ とか天才じゃんミリネも天才だし撮る人も天才だよねいいねカメこさん上手だねいやーミリネ夢に出てこなかったのよその昨日ツイッターでつぶやいたんですけどあのー 鋼鉄城のカバネリを見たんですよ昨日お休みだったので昨日で一日で全部見てでかその鋼鉄城のカバネリがゾンビゾンビっぽいやつゾンビなのかなあれカバネっていうやつなんだけどゾンビっぽいアニメだったからそれにちょっと頭が支配されちゃって脳が。そそうだからその まあ、何の夢だったかっていうと、まあ、こう鉄城のカバネリの夢だったんかな <laughs> 戦ってたんよ私頑張って頑張ってそうなんです なんかさめちゃめちゃさ面白いことがあってなんかさ <laughs> なんかみんなって結構握手会のレポとかあげてくれる人いるじゃないですかでなんかなんかこういう報告ができたよとかこういうお話をしたよってヒップマイなんか好きって好きだって伝えたらなんか私もだよって言ってくれたとかそういうなんかレポをあげてくれるんですよみんな。 ですごい嬉しい、嬉しくて、なんか私こういう会話そういえばしてたなって思って、で思ってて、そしたらなんか全然言ったことないことを書かれてて <laughs>、それがめちゃめちゃ面白くて、なんか、なんかどう、私どうしちゃったんだろうってぐらい、なんか本当に面白くて。<laughs> もうなんかさ、 マジでなんかなんか違うなんかなんかかばえなんか多分変わりすぎててなんかその方がどなたなのかが分からなくてなんか誰なんだろうって思ってなんか誰なんだろうなんか面白くてそれがなんか。 そうだかあそういう想像力の方もいるんだって思ってなんかねなんか <laughs> そう想像力の方もいるんだって思ってでも結構本当に。 盛られてるからなんかそれをレポを見てみ見てきてくださった方には本当に申し訳ないんですけど多分してませんそういうことをだからそういうことを求められたらちょっとあっってなっちゃうかもしれない <laughs> だけどそう,そう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 だからそれはちょっと私がごめんねっていう話。 いいやほんとに私笑っちゃう笑,笑っちゃうねなんかそう私あのあれなのよライブ中ライブ中にさ私さなんかそんなそんなに何もしないのよ何もしなくはないけどなんかしろって話なんですけどまあウィンクとかもしないし投げキッスとかもしないし なんかすごそうやって想像力を働かせる人もいるんだーって思ってあそういうんじゃないよ普通に指さしとかはあるけどあの指さしとかは全然するよするけどウインクとか投げキスとかがどうもねあれだから指さしはしますよ目も合うし目も合い,合います合います合います多分合ってると思います合ってると思います だからすごいすごい面白くててメンバーと話してて <laughs> 面白いねって <laughs> でもそれをもしその見た人がいたらちょっとそれはあの私にあ求めないでねそれを同じことをしてって求めないでね求めないでねでも握手会とかで私ウィンクとかするから。 中とかかもするから私全然全然ウインクしてとか言ってくれたらウインクしますし名前呼んでとか言われたら名前も呼びますし好きって言ってって言われたら好きも言いますし好きだからねしますします私 もうすぐね、私チュッてするんですよそう <laughs> だからね他のメンバーのレポとかも見て すごい面白くてでも本当に話した内容じゃないからにあの分かんなくてどなたなのかっていうのはだから教えてほしいなんか自分かもって思ったら何か教えてほしい名前を。僕 <laughs> です私です。 そう、どなたなんだろうって思って実習生いや別に責めてるわけじゃないから <laughs> じゃあみんなもやりなよなんか「佐々木舞香と妄想握手会」みたいな「ハッシュタグ佐々木舞香と妄想握手会」でみんなやりなよ <laughs> やりなよ見るよそれ でもあんまり変なことか書いたらもうダメですからね <laughs> みんなでそれしようじゃんねみんなでしようそれじゃあその1位になった方一 <laughs> 1位 <laughs> <laughs> まあなんか最優秀賞に輝いた方には「もれなくもれなくもれなくおめでとう」が入ります。<laughs> おめでとうが入りますよ <laughs> それだけそれだけって言ったリプはあげませんよ <laughs> あのあこの人さあこの人は面白いあこの人の妄想握手か面白いなって思ったら私がその場で「おめでとう」って言うわけよいいだからみんな自分が「おめでとう」って言われてるんだって思っていいんだよ その場で感じ取って <laughs> 感じ取ってねいいみんな分かっただからその人も参加してくれないかな妄想握手会みんな参加してねじゃあ絶対変なこと書かないでね絶対。 常識のある感じで言ってね <laughs> 常識のある感じで言ってね信じてるからみんな信じてるからみんなのこと信じてるからぶりっこしてみたいなのもいいよ全然つってって言われてなんか こういういしが来またみたいなかわいい会が来ました,みた,しましたみたいなのもいいよ全然あなんか「漫才しました」のでもいいよ面白いね漫才しました実際ねそれ見てねやって握手会でやってくれたら同じことするかもしれないよもしかしたら現実になるかも楽しみだね楽しみだね 漫才漫才,漫才漫才 <laughs> 漫才漫才楽しみだねみんなじゃあやってね <laughs> こういうのあるの初めてかもまあなんか趣旨が他の人とは違うかもしれないけどなんかハッシュタグで何かをやろうみたいな期間好きな時まで <laughs> いつでも。 決めようかハッシュタグもうつぶやいちゃったもうつぶやいちゃった待ってて今から決めるからちゃんとしたやつ決めるから「ハッシュタグ佐々木いか でもやっぱ初めて見る人は妄想とか想像とか入れないと本物かなって思っちゃうと思うから「妄想」ってあんまりよくないかな「想像」?「想像」うーん軽いノリでなそうだ軽いノリでな 何がいいんだろう、え、エアー握手会。あ、脳内握手会。脳内握手会。どれどれどれがいいですか。うん。うん。うん、どれがいいんだ。 脳内で行こうじゃ脳内でいいですか脳内でいいですかいいですかいいですね 佐々木かと脳内握手会みんなそんな真剣に考えなくていいからね <laughs> お遊びなので <laughs> お遊びだよお遊びパチ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 さあ始まりました佐々木舞香と脳内握手会皆さん準備はいいですかどうですか みんな、これから、軽いノリでどんどんつぶやいていってくださいねよろしくお願いしますそれではさようなら <laughs> さようなら <laughs> さようなら <laughs> すぐさようならっていうわ <laughs> いいよ、別に一人何個もやっていいんだよ暇な時にやったらいいんだよみんな暇な時にやったらよい でもちゃんとタグをつけてねタグをつけてね絶対これだけ約束指切りゲーマウソついたら針千本伸ばす指切ったたっ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 た 気軽にやってなんかのんのもさいおりの誕生日の時にさみんなからさコメントを募集してたよねあれすごかった素敵だった寝ずに考えます寝てください <laughs> 寝てくださいそれは締め切り締め切り うん締め切りとかないよ <laughs> ないですないです女の子でもやっていいに決まってるじゃん永遠にそう永遠に君と僕は永遠さ みんな私が考えてることなんてこんなことだから気軽にね受け取って難しく考えないでいいよ企画というほど企画でもないし 待ってお塩かぶとありがとうみやさんありがとうりまちゃんありがとうタワタワじゃないやかぶとかぶと <laughs> かぶと かぶとト大きいね相変わらずの線でございます女の子との握手会普通ですよ 斜め、斜めってるんだよね。カーブとカーブとカーブととカーブと。そう私その農商学術ガールの舞台に出演させていただくんですね。ありがとうございます。皆さんぜひお時間あったら。 見に来てください文明開化があるですあななころさんありがとうカブドカブドカブドッドあとは何だろうあとツインテールかツインテールのミュージックビデオが昨日公開されました見ました皆さん 見ましたうんびっくりよねあんな髪型をするなんて <laughs> でもね聞いて私巻き舌できないの <laughs> できないのよなんかプレゼントプレゼントの部分だけ言うにはできるんだけど否定違和感の言葉は負け犬からのプレゼントって全部歌うと負け舌たができないんですよそうなのそうでもプレゼントだけでもたまにできんプレ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  プレ、プレ、プレ。<laughs> でも昔よりはできるくなったんですよ。うん。できるようになったんですよ。否定ばっかの言葉は負け犬からのプレ。プレ。プレ <laughs> できないんだから、ライブだと。多分。負けじだってないと思う。 プレプレゼントプレゼントプレゼン,ントできるのだけど全部歌うと無理なのよ全部歌うと無理なのよでも撮る、撮ったレコーディングした時よりはできるようになったのもうライブ前ずっともうずっと巻き舌してる プレゼントでもプレ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 ってずっとやってるんだけどだけどできないのそうだからライブだと多分なんか「ぽく」はできるんだよ「あこれ巻き舌かも」みたいなのはできるんだけど多分あのー、あれ音源よりは巻き舌ってないのよ <laughs> そうできるようになるのかなできるようになりたいけどプレプレゼントってできるのプレプレはできるのプレーはできるのプレーはできるの,プレ,きるのプレーは。

一秒ぐらいはできるようになったの <laughs> そう負け犬からのプレゼントああああああ確かに負け犬からのって一回息吸ったらいけるかもしれないでも大変よそんな ひでいわっかの言葉は負け犬からのプレゼントあできるわあできるできるでもちょっと本番では無理本番では無理よ <laughs> でもできてるかもしんないね次から、まあ、あんまり注目しないで聞いていただけたら、まあ、自分から言っといてね <laughs> できたありがとうみんな ありがとうありがとうありがとう、ありがたきわきありがたきわきたきわきなんか今はそこだけ歌ってるからできるんだけど本番なんかダンスとかするともう忘れちゃって無理なのよ否定ばっかの言葉は負け犬からのプレゼントまあ一旦置きたいのよね合間を負け犬からのプレゼントぐらい置きたいね、本当は。 そう,そうなんだけどダメねダメね <laughs> 虹の元すごいあの感想を頂けて嬉しいです、ね、虹の元でもなんか感想をいただくたび恥ずかしいんですよ、ね、なんかどういう顔をして私は踊っていたんだろうっていうのがあれでいやあれであれです。<laughs> 分かんないからもうなんか恥ずかしいねえいい曲をいただきましたよね素敵な曲です 目が、目がシパシパするな。めっちゃ低いのよ、エメロが。響くーってめっちゃ低いのに。上がめっちゃ高いんですよ。 ねみんなもなんかもしカラオケとかに入ったら歌ってみてでもそこ低いところから高いところに行くのがいいんですよその思春期って感じ情緒不安定な感じがね素敵ですよね 響く <laughs> 響くうーんそう裏声に行くところが難しいんですよただ照らし C から戻ってるんですけど。 ただ照らして照、うん、らが裏声で知てどうだったかなどうだったかなちょっとわかりませんわわ <laughs> かりませんわやばい今何時え今何時私何時間やってる今何時間もやってないか 1>, 1時間ぐらいか1時間ぐらいかじゃあそろそろ <laughs> 終わりたいと思います <laughs> みんななんか今日はいろいろ言ってごめんね反省してる。 今何分やってますか <laughs> 今何分やってますか本当のところ1時間はやってないですかちょっと声がちょっと今日低いですわああ、何分やっていましたかミッキーみたいになっちゃった50分じゃあ1時間やったら終わろうかな1時間なったらみんな教えてください1時間ですって ミッキーやってほしいですかみっ僕僕ミッキーあちょっと似てない <laughs> ちょっと似てなかったわ <laughs> 誰も教えるなだっていいですそこに時計ありますからそこ時計ありますからあビーバとうござっます あちょっと似てないなドラえもんでうんピカトゥーピカトゥーちょっとどうやったかな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  <laughs> 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 やば <laughs> 僕僕僕ドラえもんですっていうのをね流行ってたのよあの てたんですよあのー、あれでー <laughs> あのー、楽屋とかではやってたのよはやってたのよあのー、すごいホッホッピングしてそうなドラえもんって言ってる <laughs> <laughs> そう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 えっ、ー

まあまあ「ままあ、ま間違うことに」あっ間違いことでだ「まあ、間違まちままちがう」なんか「兄」みたいになっちゃう「<laughs> 兄」<laughs> キャータンはもう「ヘやヘやヘイ」っね「ヘ <laughs> やヘやヘイヘイ」ってね なんかみんなやるんですよメンバー絶対わわあれ私 C か LiSA だきっと知らない目がちょっと無理だわ私には外したキュートな目目ミリニゃの「目」「もう」 伝えているのに「それそうそうそうそれでも気持ちは,は」「<laughs> 怒られる怒られる」「キャラに怒られる <laughs>」「怒られる」「夢で夢であったあの日ずっと恋をしてる」 ちょっと私の話を聞いて大好きなのに <laughs> 怒られる怒られる <laughs> 酔ってない酔ってないやば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 い <laughs> やばいやばいキャータン大好きだよ 私涙袋書いてない笑うとできるんですまあ笑ってなくてもあるか肩大好き大好きもう世界で一番大好きだよノンノのモノマネトトカトカ 公のこのこの眩し身さこのこの眩し身さがすごいいいよねあの太くてのんのって一番声太いと思うんだよねイコラブの中でいいと思うなんかいいさ最初初期の頃にのんのとカラオケ行ったんだけどもうね超うまいからね太くてだからすごい聞きやすいんだよね やっぱ私、アンナのマネさ上手じゃない気のせいいやよりも太いんだけどのんのん太いのよ声が「ととととかいの」「とかいの」あとアンナ「今が決断の時」アンナどこを歌ってる 今日から仲間さんち,ょっとちょっと低いね「きょ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 」「から仲間さん」こんな感じ似てないなんかさみんなさアンナのモノマネりするんだけどさメンバーは似てないのよみんなみんな似てないの私が一番似てると思うわ <laughs> 勝手に勝手にねでも口隠さないとできないうんラータンのモノマネはできひんあと瞳のモノマネもできんやララです 難しくない。案外。と。あんなになっちゃうもん。と、ま。と、ま。また、大変だ,だなって感じ。<laughs> 怒られる。大好きだよ。キャラちゃん。キャラちゃん大好きだよ。世界で一番大好きだよ。キャラちゃん。一枚いった。ありがとうございます。あ、そろそろじゃあ終わりですかね。もうね、多分十三分ぐらいじゃない。 アャダキャちゃん大好きだよキャンちゃん大好きだよ似合ってないと硬ダサいとかどの口でそれを言う無責任な言葉がでかい傷をつくドゥドゥ じゃあ皆さんさようならランキングを読みましょう何位から ?13 位エルモ・ビームんエルモ・ビームさんありがとう12位長野丸さんありがとう11位塩昆布ありがとう10位リナちゃんありがとう9位 あんぱんさん、ありがとう。8位、しんたろうさん、ありがとう。7位、ベルピー、ありがとう。6位、おはし、ありがとう。5位、みやさん、ありがとう。4位、ぽぽちゃん、ありがとう。3位、お塩、お塩お塩、ありがとう。2位、ななころさん、ななころさん、ありがとう。1位、りまちゃん、ありがとう、ありがたきわき。みんなありがたきわき。ギフト読めてない。 うーんあモレ音は勝負になってるウーターさん高セットさん<や>あーこれは無理だこれは無理だちょっとこれは無理諦めが早いのが取りなの <laughs> いい感じに言いやがっていい感じに言いやがってですか目がギルドたくさんありがとうございます本当に大好きだよキャータン <laughs> 本当に大好きだよ 本当だよ嘘じゃないよみんな大好きだよキャーターも大好きだよバカにしてないからねバカにしてないから <laughs> ありがとう君の瞳に乾杯君の瞳に乾杯って本当に言う人いるの君の瞳に えっってなっちゃうねこんなん言われたらねこんなささやき声で言われたら「うんうん」って <laughs> じゃあ終わろうかなみんなさようなら今日は来てくれてありがとうありがとうわき明日もイベントがあります「ロク」も「紅白」があります全国握手会もあります 皆さんまあ今日言ったことは何もかも忘れてきていいよ <laughs> もう何もかも忘れてきていいよそう普通にみんなと共有したかっただけだから怒ったわけでもないし説教したわけでもないから私にそんな権限ないからねそんな本当に。 ないからね <laughs> 最後につって好きだよ ありがとう <laughs> めっちゃやけどなんか言わせてるみたいに思っちゃうん <laughs> みんな忘れるんだ私の言葉なんて私のことなんて忘れるんだ本当に一つだけ一つだけ覚えててほしいんですけど あの別に誰かを責めてるわけじゃないからね本当に勘違いしないでほしいんですけど普通に楽しく私はお話今してたのであのお願いしますねそこんところ <laughs> 本当にあに適当に流してくれてれば大丈夫ですああママ」って言われるの本当にに嫌 それだけは忘れないで <laughs> <laughs> ありがとう <laughs> ありがとうじゃあ切りますさようならさようならさようならバイバーイ